って何か例えば鹿こまめに取っていく。何だろう、できたー、すげえ。あ、シール、シール、シール。すごっ。今何個目？2個目。これはね、多分ね、多分、え？見ればわかるのか。あ、わかったこれ。あの、水に、この、出てきたやつをつけると、と、水に出てきたやつ？うん。水に出てきた人形をつけると、髪の色が変わると、お漏らしすると泣くと、あと口から水吐くのどれかなんだって。これができるんだって。すごく楽しい。 あすごい、出てきた出てきた。ついにじゃなくて違った。見て、早くそのお人形さん見たいわ。これ開けるよ、開けるね、うん。これ次出るの、それはランダムなんでしょ。うん、次出るのボトル、ボトル開けます。あー、かわいいボトルだ。かわいい。お人形じゃないの？お人形は一番最後だと思う。すっごい、え、めっちゃ楽しいんだけどいや、わかんないな、ちょっとバビよりいい、バビよりいい。ごめんごめん、3個出てきた。え、チャックとかあった。次これ靴だよ、いけるね、絶対靴だよ。なんだろう、何の靴。あ、すごい、見て、かわいい、チョコミントみたいな靴ほら、いや、ほんと見ようよ。え、そんな焦んないで楽しいんだって、こういうのが本当にありきじゃないの、だって。え、そうなの。そうでしょ、まず次出てくんじゃない。まだ本当じゃないでしょ。おお、え、何、え、こう見て開けれるとこある。あれだね、宇宙船みたいだね、サイヤ人も。で、ここ開けれる、開けるね、うん、これ、これ、この色物も使うのかな。なんか使うよ、あ、お部屋になるし、建てれるんだよ、うん、貯めれば。うん、貯めなくても。貯めなくても。一つのカプセルが出てきたお人形のお部屋とか、ここに立たせれるようになる。個人所有のってこと？そう。次、服だよ。服。服、服。服小さいんじゃない？じゃーん。わー、すごい！何これ？結構小さいね。やばくない？あとの3つ全部それだったらどうすんの？いや、開ける。あとの3つ？違うよ。そういうことでしょ？次、アクセサリーとドールが出てくるんだよ。いい、行くよ。違う違う、はい、このあとの3つがさ、これと全部一緒だっていうこともあるんでしょ。ありえるけどないでしょ、そんな、そんな都合よくいい。すごい、はい、せーの、うん、おお、出てきた出てきた。これドール、これドール、うん、ドールと、え、どうなってんの。種類だ、種類、種類は、ちょっと種類見して。超レアとか、これバッグになるんだよ。ほら見て、音、お部屋、うん、ここにさ、おすごいすごい、ここにこうやってボトル立てれるように、うん、説明書説明書いらないよ、説明書はいらん。あ、見て、アクセ出てきた。え、めっちゃ楽しい、最高じゃん。いいですか、開けちゃって。ドール、いきます。はい、おお、あめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いんだけどそれはもうリナは分かるの、何か知らない、知らないの。見てみよう、うん、ちょっといいですか、見せてもらっていいですか。あ、あれだね、ゴムなんだね。そう、ゴムっていうか、だってこれをさ、こうやって押すとお漏らしするのか、あ、なるほど、涙出るのか、あとこの髪の色が変わるのか、うーん、なるほど、ね、口からなんか吐き出すのか、うん、なんだよ、どれだろう、どっかな。あ、これだ、キックス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 。あー、なるほどね。で、ここにあの水ある、ん水はあるけど、ちょうだい、え、
水に浸からせないと、はい、待ってるから裸で出てくるっていう。じゃあそうそうぎゅーっとぎゅーっといい？はい、離すよ。どう？何もなってない？ちょっと違うんだね、おそらく我々のやってること違うんでないの。口からピュッあ、いった。つまんだ指を緩める。つまんだ指を緩める。あ、出てきた。出てきた。涙出た。やるかもか。いや見てて見てて見てて。涙って何でんの？鼻水？涙で。涙と口からピュッか。見てていくよ。あー、音漏らしね。うん、ちょっとこれはシャッコいけてもらう。いくよ。うん、あーピュ、なんでピューって出んのそれ。え、ここにちょっと下穴とか出るからじゃない。出てるの。おえ、0度の氷水でカラーチェンジって書いてる。え、色変わる。あのドラゴンボールのやつみたいなんだよ。スーパーサイヤ人主流なんだな。後にしようね。うん、なんか可愛いな。次はラグビーみたいな服を着さす。はあ、逆だった。すごい。ああ、こうやって着させるんだ。じゃあなんか膜も欲しい。ん、欲しいのこれ。え、嘘でしょ。これ男いないからね。言っとくけど。ああ、だったよね。マメイドとかいるよ。ああ、世話大丈夫。ベジータ、俺はサイヤ人だ。じゃあ次タンクトップ着ます。すごいでしょこれ。誰のお家なの？僕のです。あ、ん、何？誰のお家なの？僕。いやいや違うでしょ、マークいないじゃん。じゃあマークどれなのよ。何？ちっちゃ。すごくちっちゃい。ズマくんなの？赤ちゃんの子。うん、僕です。ヘコテなくして。ホテルだ。おばばば。ヨト。カプセルの色違う。あ、じゃあ違う種類なんじゃないの？黄緑で、こっちピンクだったけど。うん、じゃあ違うんだね。うん、楽しい。何色何色？まだわかんない。また同じの出てきた。じゃあ次のチャック開けます。次開けたらわかるんじゃない？さあ何色か。すごい、やばい、レアかもこれ。超レアか、激レアか、超レア。あ、激レア、ほらゴールドだよ、色。マジか。すごい、あれなの？レアなの？ほら。お、ほんとだ。お、ほんとだ、ほんとだ。やばくね、やばくね。え、全部色違うかも。いい気がしてくれたのかな。ありがとう。でもわかんないんでしょ、誰もこれ。多分。まあ、作った人はわかる。じゃあ、はい、次ここ。はい、そうですね。うん、ボトル。え、すごっ。あ、ちょっとそのブック見して、ブック。すごいね、ちょっと僕見せて。言わないでよ。ええ、めっちゃ銀ギラじゃん。どれがレアなの？これ銀ギラ、ね、銀ギラ銀にさりげなくえ、銀ギラなんだけど。全部銀ギラだよ。あー、はい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 、わかっちゃった音。でも銀ギラ落ちるからちょっと。やっぱ一択なんだよ。銀ギラ。これだけの種類やってこれ引き当てるってすごいと思うんだけど。銀色を選んだ。お、耳？え？猫の耳。
そうだよ。ねそうだよとか言わないで。1個しかないんだってだから。レアの。じゃあすごいね。うん。じゃあはい最後イエーイ。ねえなんで音見ちゃったのさっき。見なければ楽しかった。いっぱいあると思ったんだよそのレアも。すごいね。髪。何この髪。ちょっとこれ触らない方がいいかも。すごいね、レア感あるね。ね。え？ちっちゃいのいた。ちっちゃいのいた。